シリーン地図 Google マップ、黒川金山黒川金山は、山梨県甲州市塩山上萩原に位置する遺跡。戦国時代から江戸時代前期まで鉱山として栄えた。戦国期に、海の国内統一を達成して、両国拡大を行い、甲州金を流通させた武田氏の経営した金山と考えられてきたが、近年は直接経営は行われていなかったと推測されている。 所在する甲州支援山上萩原は山梨県東北部に位置する。一帯は景観山を迂回して武蔵国へと至る大梅街道に面する。玉川上流の黒川渓谷沿い大菩薩霊の北に所在する標高三3 5 0から1400メートルの鳥冠無里山山山腹に立地する。鉱物資源の豊富であった海国や武田両国となった品の駿河においては 戦国時代に開発された金山が数多く分布する。海の国内では黒川金山のほか、武田一族の穴山氏が漁した海の南部の河内地方では、藤川流域の湯の奥、金山や早川流域の黒葛金山、保金などが分布している。黒川金山の所在する鳥冠山一帯は、群内地方へも近く、周辺には龍区江金山、豪印平金山、 田バ山船越金山、金山金山などが分布する。黒川金山は湯の奥金山と共に特に戦国期に開発された、甲州金山の代表格として知られ、現在でも寺屋敷や女郎港など金山の存在を示す地名が残る。宝光寺黒川金山の金鉱脈は、中世代、新世代において、大石岩層に加工戦力岩が貫入して生成された。風化、 河川の侵食などにより、金鉱石が母岸から有利し、砂金として川底に沈殿し、やがて黒川金山が発見されたと考えられている。現在は、甲州市縁山富士記に所在する高橋山宝光寺は12世紀に、海、源氏の一族である安田義貞により創建され、海の国史では、三王が高橋山であることから旧字が、 高橋地区に所在したとする説を載せている。記憶も春元は高橋地区に衝動が残る方、三寺高橋寺を方向寺の前身と推定し、さらに議定の祖先である、源頼地下は、守府将軍として、前9年の役、後3年の役で活躍しており、議定も欧州合戦に従軍していることから、議定が公衆支援山に進出した背景に、 黒川金山の先があったと推測している。また、考古資料では、黒川千軒 C 地点から出土した、厚み焼きの亀は12世紀のもので、G 地点から出土した、常舐焼きの亀破片は13世紀から14世紀の資料であるが、これらは16世紀になって古物が持ち込まれた可能性も考えられている。 確実な文献資料では、山梨県山梨市の久保八幡田神社別当寺である、普賢寺住職の記した、大大紀の名王七年上が書室とされている。大大紀、名王七年上では、同年8月23日に発生した、名王の大地震による、海の国内の被害が記されており、天地震動して国所存、金山崩れと記されている。大大器の記す、金山は不詳であるが、 地理的関係から黒川金山を指していると考えられている。15世紀までは黒川は霊場として山伏や主権者などが滞在し、小規模な砂金採掘が行われていた。1959年には奥の高弘武田信玄において、貝の金山は武田信玄の時代に最盛期を迎え、武田勝頼の時代には衰退したとされ、これが定説となっていた。 遅くとも16世紀前半には本格的な金の採掘が始まっており、専門の職人集団としての金山集を記した文書も多く存在する。1987年には黒川金山の1992年には湯の奥金山の発掘調査が実施され、また両金山から出土した中世当時の年代間からこれを遡る武田信政。 新川脇にあたる1500年前後の戦国時代初期の開始が指摘される。黒川金山州に関わる最古の文書として、永六三年渦木十八日の武田家衆院城がある。同文書によれば、同年に黒川金山州の田辺家当主である田辺清江門の城が、大梅街道沿いの小田原において豚屋業を営む。 ことを安堵されており、田辺氏が流通にも携わっていたことが確認される。武田氏は、a 十1年末に、今川両国への侵攻を行い、これにより、相模国なしり法上氏との交渉同盟が瓦解し、北条との交渉も発生していた。武田氏は、元気2年1571年正月16日に、北条方の北条綱茂の守る、駿河国深沢城攻めを行っていたが、 同年2月13日付武けだけ印判状によれば、この時に、田辺白左衛門の城ら黒川金山衆が、深沢白攻めに動員されている。黒川金山衆はこの時の功績により、人足武神や胸別役など、諸役免除の特権を得ているなお、元気2年の深沢白攻めでは、湯の奥金山の一つ、中山金山の金山衆も動員されている。 黒川金山のある鳥冠り山山頂に奥宮が存在する景観神社には随身藩家像が伝来している。阿行像の背面に名があり、A62 年9月に薩摩国の僧、林賀が造援したと記されており、これは黒川金山の最盛期と重なることが指摘されている。一方、同じく景観神社に伝わる数点のご招待は天正5年の名がある。こちらは、 黒川金山の金産出量が減少していた時期の奉納であると指摘される。なお、海の国史では、景観神社のご招待を神境としている。天正5年2月11日付竹竹、主因上によれば、黒川金山衆は、同年1月にも、所役免除の特権を得ている。この頃は、金の採掘量が減少していたためと考えられている。また、同年8月にも、 武田勝頼から黒川金山州に金山から金が出ない間は毎月馬一匹の王冠の諸約を免除するという衆院状が交付されている。なお、同年1月22日に武田勝頼は北条氏政の妹を警出に迎え交渉同盟を強化している。天正9年2月吉日二武田家主院状によれば田辺家当主と子息に対して 新兵衛意の関東名が与えられた。天正10年3月の武田氏の滅亡後は、天正人後の乱を経て、徳川家康が海を確保する。天正11年4月21日付徳川家、陰板城内市によれば、黒川金山州は、武田氏時代の特権が認められている。十七世紀初頭には、黒川金山は再び人口が増加する。慶長元年間には、 黒川金山を含め海内で幕府が直営する、鉱山の金産出量は100前後に上り、佐渡金山の金産出量と匹敵する。漢文頃にかけて、金山州は、品野国川上村の資産、川端市も、金山、武蔵に秩父のこの沢金山、出羽国のべ沢銀山など多国鉱山の採掘許可を願い出て、工業を続けていくもの盛り。 会の国内においてそんな国や敷地を確保して土着し、土豪として制御や資分を得る者もいた。中でも、田辺佐左衛門は、天正17年に行われた、甲州の検知役人を務め、子孫は、田辺正衛門が、大久保長安の用人を務め、田辺一郎左衛門は、佐渡金山奉行の痛み交渉の治療時代官を、務めた。元禄年間には、 黒川金山は平山したと推測されている。黒川金山の金山州の出自と伝わる長田、萌え門は、寛永17年に、この寛永門のとともに、日立国の水戸藩に仕えた。昭法4年から明暦2年まで日立の九慈川、中川から取水した辰の口関、岩崎関、小城園の開作に携わった。長田家の子孫は、富岡と薬谷において、 水石役を務めている。明治維新期には上、黒駒村の幕クと黒駒活動が、黒、活動は、公衆幕との一人で、竹巨村の竹谷ス五郎と同盟し、国部山蔵や雄天千之助ら海国内の幕府や、駿河国の清水次郎長と交渉を繰り広げた。活動は役人に追撃され、慶応元年に海を逃れ、相良創造の石砲隊に加わり、 後京都で、四条高唄の徴兵七番隊に入隊して、明治維新に参加する。明治維新後、1870年に徴兵七番隊は解散されるが、活動はそれ以前に隊を離れ、海へ戻り、黒川金山の採掘計画を新政府に出願している。ところが活動は、徴兵七番隊の脱退権儀により捕獲され、 バクト時代の殺人罪なども含めて1871年2月2日に軽視している。1871年には甲府柳町の松木玄十郎が黒川金山の採掘を試みているが、この時は砂金が取れたのみで採掘を断念している。1906年には黒川金山株式会社が設立され翌年に創業を開始するが、2年後には廃業となっている。 1912年には黒川金山の所在する萩原山一帯が水道水の水源林として東京市に買収される。戦後は黒川金山は学術的見地から注目され、1986年には黒川金山の総合調査が実施された。さらに1997年には黒川金山遺跡、中山金山遺跡が海金山遺跡として、 国史跡に指定される、一ノ瀬高橋の春駒黒川金山に近い甲州市、一ノ瀬高橋地区は黒川金山の金山州子村によって開かれた村で、あるとする伝承が伝わり、景観神社の里宮や黒川金山から移転されたと伝わる黒川山近景寺がある。一ノ瀬高橋には道祖神信仰と関係する小正月の民族芸能として、 一の瀬田川橋の春駒が伝わっている。1986年から4年にわたって湯の奥金山遺跡と同時に金山遺跡研究会による発掘調査が行われ、考古学、民俗学、文献史学など総合的な研究報告が作成された。遺跡は鳥冠山山腹の大小300カ所余りの平地に分布し、規模は上下600メートル。 幅300メートルにわたり、採掘の行われていた高校は30カ所余り、平地には採行された鉱石の精錬場があり、沢を中心に、ひな壇状のテラス群が造成されていた。移行としては、掘ったて柱建物跡や採掘工金掘り集の生活移行や墓所跡、用途不明の縦穴や石組も検出されている。行動は、数が少なく、縦穴があることから、 露天掘りが主に用いられたと考えられる。出土遺物では、主に精錬に際して分離されたスラグのほか、金粉が付着し砂金採集や、配布機法が行われていた可能性を示す。瓦家、鉱石の破砕に用いる鉱山臼が出土している。鉱山臼は、粉製の工程において用いられ、鉱石を粉砕することで金などの有用な鉱物を取り出す。 黒川金山の鉱山薄は供給口の内側に上薄と下薄を結合させる軸を有する得意な引薄で黒川型と呼ばれ同形態のものが日本列島各地に分布している。正確な導入時期は不明であるが近世初期の形状、寒影期には黒川型が改良され中央の供給口内側にリンズと呼ばれる固定装置をはめて軸を固定した。 定形型も出現する。海の国では、湯の奥金山の鉱山薄も特徴的であり、湯の奥型と呼称される。なお、黒川金山の鉱石の蘇生は、金が85%以上で残りもほとんどが銀であり、粉製するだけで加熱部が得られるため薄の湿度が多く、複雑な配布機法は積極的に採用されなかった。他、河家、陶磁器類、陶酢、鉄鍋、古仙、 キセル、カンザシ、ハサミ、チャウス、石鉢、スズリ、逸話等、鉄砲玉などの日用品も出土している。墓所跡からは人骨や陸道線が検出されて、鏡石も出土し、死者を追善する図化も造営されていた。伝承によれば、金山には遊郭が存在していたと言われるが、そのことを示す、考古遺物は発見されていない。 勝沼市館跡と黒川千0の中心地域である大観屋敷に近接する D 地点と呼ばれるテラス以降からは金粒子が付着した金洋有物付着土器が出土しており2012年時点で12点が確認されている金洋有物付着土器の土器としての形態的特徴は気壁が厚く玉縁状の公園で D 地点湿度の河原家と同様の特徴を持つことが 指摘される。黒川金山をはじめとする山梨県内外から発見された金洋有物付着時は、X 線透過装置や蛍光 X 線、分析装置など微量元素の解析装置を持つ山梨県立博物館で分析が実施され、付着した金粒子の周囲に金鉱石の不純物に由来すると考えられているビスマスやテルル、タングステンなどの元素が存在し、 特にビスマスが多いことが指摘される。戦国時代の金曜有物付着土器は近年、甲府城下町遺跡や中山金山など、海の国内外の遺跡から、出土事例が相次いでおり、黒川金山にも近い甲州市勝沼の、勝沼市屋方跡の金華工場跡からも出土している。勝沼市屋方跡,跡からは、金曜有物付着土器が2012年時点で49点、確認され、 うち15点に、ビスマス、アエン、テルルなどの元素が確認され、黒川金山の付着不純物と共通点が見られることから、黒川金山から、勝沼市間に輸送されていた可能性も考えられている。また、これにより、採掘された金鉱石の精錬が行われていたと考えられている。長野県川上村の梓久安金山遺跡でも、 金曜有物付着土器が出土しており、出土した鉱山薄は黒川型であることも指摘されている。1997年9月2日、中山金山と共に、開花山遺跡として国の史跡に指定された。萩原 P446 萩原 P446 萩原 P446 今村 P263 今村 P263 好きよくもン年、会、現時安田吉佐大今村、P263 今村、PP263 から264萩原、P449 萩原、P449 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 萩原、P448 ことバンク、世界大百科事典内の黒川、ありがとうございます。